シンクロメッセージ。シンクロいくね。はい、いける。よろしくお願いいたします。シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、まずは火のグループ。情熱の星座、はい、おひつじ座、しし座、いて座、はい、また同じことが続いてるみたいなんですが、うん、まずは不要品を捨ててください。この間捨てましたよ。まだ足りないらしいですね。マジですか。はい、はい、でなぜかというと、うん、必要な情報が入ってくるので、うん、家の中も開け、心の中も開け、はい、身の回りの整理をしてください、はい、で情報を必ずキャッチしてください、はい、ということです。はいはい、地のグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座、はい、楽しいことがあります。んー、それを疑問に思わず、楽しいと言って、うん、ゲットしてください。わかったチャンスがありますで、それはね、なぜかというと、今自分でちょっと、全部じゃなくてね、演じてる、私はこうでなくちゃいけないって演じてる部分がある部分があるので、うんね、それが本当に楽しむことで、あ、そこが違うなって分かるから、もうとにかく楽しんでください。分かった分かったはい、風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水瓶座、はい、感情を見直す、うん、願い事が叶います。まあこれもちょっと言い方が違うんだけれど、自分の感情を見直して、本当に欲しいものとか必要なものとかを見ると、うん、本当の願いが叶うので見直してみてくださいって。で何か自分でせき止めてるようなものがあったらそれを外してくださいというようなメッセージですね。はい、水のグループ、感情の星座、蟹座、さそり座、魚座、ただ夢中になってください。割とみんな同じようなことがあるわね、うん、で情熱を向けられるようなことに、探すというかアンテナを立てて、あ、これが僕は楽しいぞ、私は楽しいぞみたいなことにフォーカスしてくださいということですね。恋の予感もあるかと書いてありましたね。今週みんなすごいね、なんかね、いい感じ。はい、シンクロメッセージは皆様向けのキーワードですね。お役に立てたら嬉しい。クリスタルパワーです。結構尺余ってる。余っちゃうんですね。クロージング長めでお願いします。尺が余ってます。エンディングが結構長めで、クロージング長めでお願いします。だって話すことがいっぱいあるじゃない知らないよお待たせいたしました。うちわだけが分かっているかもしれない。5年間ラジオやっていて初めて。あ、そうなんですね。私先週もなんか夜、うん、ぼーっとしてて、うん、あっって言ってきたでしょ。あ、うん、お風呂の時ね。そうそう。ね、今日もね、うん、あーちょっと早めに寝たわと思って時計を見たら1時半。1時半って？って思って、1時半って2時からラジオなのに1時半に家を出たら私大丈夫なのかしら1時間ずれちゃったね。そうね、引っ越しのあれっていろんなとこに影響するのかそうですよ、言い訳じゃありませんけど疲れ果ててるのもあるんだけど、許容範囲はもう100倍ぐらい超えてますね。もう完全にね、運転が基本的にわからないのに来てるところに持ってきて、うん、慌ててどこを走ってるのか全然わからない。携帯も変えたでしょ。あ、そっか。使い方が全然、私はどこに行きたいの私はで今日お休みでしょ、うん、はいはい、あちこち休みで聞けないのね。あ、だけどこんなに成長してね、皆さん私がいなくても大丈夫じゃんだけどコンシェルジュさんは早めの方が
ドキドキしないんだね。そういうことが分かりました、ね、はい、ゆっくりだとずっとドキドキしてるんだ、はい、まだかまだかと、はい、ごめんドキドキした。いや、でもそうでもない。大丈夫、うん、なんかね、やっぱりいろんなことがあるんじゃないですか。あ、こんなことはないよね、今までね。そう、でもね、最大でしたねあのまたでも鍛えられましたね。あ、そういう意味では。あ、でも聞いた瞬間に何とかしなきゃとか、そうそう、感じだったんで、だからもうなんかこうドキドキする暇がない。だからこれが私の一番最初にラジオやった時、上がってる暇がなかったっていう、はいはい、上がってる暇とかなかったです、ね、じゃあこれでこれでこれでお願いしますとか。あ、そうね、鈴木さんいるしとか。そうそう、鈴木さん本当にいる。鈴木さん申し訳ない。よく映して申し訳ないごめんね、これが最初で最後にするわお願いします。いい気になってね、大丈夫でしょとか言ってダメダメ最近ね、ルールに言ってるの、ごめん、クラスのスケジュールね、しつこいぐらい私に言ってって、はい、で、うるさいって言った時には分かった時とかうるさいって言われたら必要なくなったんだなってありがとうって言ってる間はまた言ってすごいでしょすごいっすよ。いや、でもなんか近いもんがあるからな、私は。あ、あるかもね、うん、そう、そうだよなと思ってぜひお願いねいやー、面白かった。後からは面白いけど焦ったー。まあそうですよね、胸が苦しくなっちゃった。あ、だってさすがにお電話いただいた時にパニックってるんだけどって言ってましたからね。言ってた私、はい、だってパニックってるって言葉はないと思ってましたから。さすがに、ね、あ、パニックるんだ。どこがどういくと道が繋がってるかがわからないのよ。そうですよね。お堀に行きたいの、お堀にお堀に行けば回ればいいのって言ったんだけど、うん、また全然違うとこ出ちゃって。ああ、なるほどね。それにないとね。ああ、そっかそっか。誰か携帯の使い方教えてそうそう、で、電話がいつもテレビ電話でかかってくるんですけどあれ、あ、なんか変だよね。ですよね。あれ、後で教えて。はい、わかりました。いっぺんにいろんなことやるからだよね、だからね。あ、電話がね、変わっちゃったら結構大きいですよ。あ、そうそうそう、そう、一気にね。前だったら分かったのに。ねえ。引っ越しとこかな、この辺に。あそこって。すごい近くに。ね、じゃあ、次は亀戸さんを。あ、そうだ、忘れてた、ごめんね、はい、次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーンですね。亀戸にありますアンフェリシオンスタジオからの放送です。クリスタルシャワーは元気で満タン、1週目と3週目に登場します。ビューティフルでワンダフルな情報番組です。あの、合言葉ね。はい、そうですよ、いきますよ、はい、クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。21時からはクリスタルレインボークラブでお会いいたしましょう。今日は誠に申し訳ございませんでした。どうもありがとう。完璧なキャラ勝ちでした。キャラ勝ちでしかないよ。どうも本当にすみませんでした。あー、びっくりした。全然キャラになってる。全然キャラになってる。よかった。いや、すごい回った。木下さんが電話優しいんだ。キリンです。はい、大丈夫ですよ。頭に合ったかもしれないです。はい、気をつけてくださいね。優しい。1時半ぐらいに1回木下さん顔出さ、うん、そうですよね。またすぐ出ます。なんか間に合いそうなんです。大丈夫ですよ。お疲れ様でした。すごいな。5年間にして初めてだ。そのぐらい大変なことないよね。あの、休んだこともないし。立たれたね。立たれた。記録が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 途絶えました。じゃあ夜は休んじゃおうか。いやー。疲れちゃった。何もしない。ただ来ただけ。とりあえず。とりあえず来ちゃった。よかった。出よう。出よう。写真撮ろうよ。あ、忘れた。全部忘れちゃった。遅刻記念写真。じゃあお写真撮りましょうか。大丈夫なんだ。じゃあキリンさん抜きで。キリンさん抜きで。明るく元気で。